相模鉄道株式会社は、神奈川県中央部を基盤に、鉄道事業を行う会社である。略称は相鉄。本社は、神奈川県横浜市西区北町2丁目の相鉄本社ビルに所在。持ち株会社である相鉄ホールディングスの主要事業主会社で、相鉄グループの中核企業である。日本の大手私鉄の一つ、相鉄グループの中核企業。 かつては経営の高角化を推し進める過程でバス事業、不動産事業などを自社で行っていた。その後、経営効率化のために1990年代後半から2000年代半ばにかけてこれら鉄道以外の事業を相次いで分社化して組織のスリム化を図った。さらに2009年9月16日付で9 相模鉄道を相鉄グループの統括だけを目的とする相鉄ホールディングスに称号を変更。鉄道事業はこれに先立ち、休眠状態だった完全子会社の株式会社大関を2009年1月22日付で業態変更の上、相鉄準備会社株式会社に称号を変更し、宅建業などの許認可を取得させた上で、同年9月16日に旧 相模鉄道の鉄道事業を承継、称号を相模鉄道株式会社に変更する形で分社した。このために、新旧の相模鉄道は厳密には別会社であるが、本校では相鉄グループ内で鉄道事業を行い、相模鉄道を名乗る会社として2009年9月までの相模鉄道及び以後の現行会社について述べる。 太平洋戦争後は経営の多角化を進めたこと、地盤である神奈川県を含む首都圏への人口集中により急速に成長、純大手施設の言うなどと評された。その後、1990年5月31日付で大手施設に格上げされた。大手施設16社の中では営業距離が最短であるとともに、社員数が最も少ない会社でもある。また、 特急を運行していない唯一の大手施設であったが、2014年4月27日のダイヤ改正時より導入された。首都圏の大手施設で唯一東京都内に乗り入れておらず、また他社との相互直通運転も行っていなかったが、2019年11月30日から JR 東日本との直通運転が開始され、2022年度下期には、 東急電鉄などとの直通運転による東京、埼玉乗り入れが予定されている。労働組合の力が比較的強く、過去にストライキが計画されることの多い会社であり、賃上げ要求や分社化による社員の転籍問題をめぐって2004年3月や2009年6月にストライキを実施している。2014年3月に、なお、相鉄労働組合の組合委員には、 鉄道事業やバス事業以外のグループ会社の社員も含むが電車、バスのストライキが主となる。また、鉄道車両技術には保守的な傾向が強く、他社では廃れていった技術を用いた鉄道車両が近年まで多く見られた。車ンは車輪と相模の層を組み合わせたものである。制定日は1959年2月1日となっているが、 同種の衣装は開業当初より使用されていた。1987年には創立70周年を記念してシンボルマークが制定された。総鉄グループとして一体感を持たせるため、グループ各社もシンボルマークに社名を添えたマークを使用したほか、運輸業は単力、建設業は緑と業種によって色調を統一していた。2006年には、 シンボルマークに変わる象徴として、グループマークが制定された。グループマークは、アルファベットの S を想起される形状に図案化し、グループ各社の躍動、融和を表現している。グループマークに使用する2色は、グループカラーでもあり、ソテツブルーは、知性、信頼、安心を、ソテツオレンジは活力、きらめき、楽しさを表している。グループマークには、ソテツ、 グレーを使用した、ソテツのロゴと共に、ときめきと安らぎをつなぐというグループブランドメッセージが添えられている。相模鉄道は、現在の東日本旅客鉄道相模線である、茅ヶ崎駅橋本駅間を開業させた、鉄道会社である。一方、現在の相鉄本線にあたる横浜駅、海老名駅間を開業させた、鉄道会社は、神中鉄道である。 1943年に、相模鉄道は、陣中鉄道を、以下に年代を含め詳しく記述する。相模鉄道、編集相模鉄道は、神奈川県中央部を南北に横断し、東海道線と中央線との間を結ぶ、軽便鉄道として計画され、1916年6月26日に、茅ヶ崎駅橋本駅の付設免許を取得。 1917年12月18日に創立総会を開催。翌年1月4日に当時の高座郡千ヶ崎町で設立された。1921年10月28日に千ヶ崎駅サムカー駅間を開業し、1926年4月1日には倉見駅まで、7月15日には厚木駅まで開業し、陣中鉄道と接続。 1931年4月29日に橋本駅まで開業し、全通した。同年11月からは、八王子駅まで直通列車を走らせるなど、意欲的であったが、業績が不振であったため、沿線の西寒川に製造拠点を有していた昭和産業が経営権を取得。1940年12月には、相模原駅上溝駅水橋田中間の 乗り合い自動車事業も開始した。相模鉄道の株主は、昭和産業と東京横浜電鉄が半々の状態だったが、相模鉄道の取締役にも就任していた役員の休止を機に、昭和産業が1941年6月に持ち株を放出し、東横電鉄がこれを取得。これにより、相模鉄道は東横電鉄の参加になった。神中鉄道、 編集相模平野を走る陣中鉄道の記者、陣中鉄道の機関車及び客車、相模線歴史も参照陣中鉄道は、鎌倉軍瀬矢村の祖宝家、小島正五郎らが中心となって起業し、1917年12月2日に創立総会を開催、同月15日に陣中起動として設立された。翌年の1919 19年6月10日には、 陣中鉄道への消防変更を行っている。こちらは、厚木駅から建設を始め、1926年5月12日に、二股川駅厚木駅間を開業させた。その2ヶ月後の7月には、寒川方面から厚木駅に乗り入れた相模鉄道と接続し、旅客輸送や相模川の砂利輸送の営業を行った。神中鉄道の開業当時は、厚木駅、 相模国部駅、相模大塚駅、大和駅、瀬谷駅、三津橋駅、三津坂井、二股川の各駅で営業を開始した。相鉄社内法に掲載されている座談会によれば、開業当時の話として、二股川駅には、駅長と駅主4名の合計5名。厚木駅には、運輸課長代理兼務の駅長と、助役2名、駅府4名、出刷掛け1名。 車掌2名がいた。中間駅は駅長と出札、改札を兼ねた駅主1名の2名のみ。全線でも26名しか駅にはいなかった。とある。また、機関庫には、機関士と機関助手、検査かけ、淡水オットがいた。とも話している。二股川駅から先は細切れに延伸されたが、業績は不強化で低迷した。同年12月1日には、 星川駅まで、1927年には、北ほどが谷駅まで、1929年には、西横浜駅までと細切れに開業した。1931年10月25日に、西横浜、平沼橋間の商船の側線を借り入れて、営業を開始し、1933年12月27日に、なってやっと横浜駅に乗り入れた。 全通により乗客は増加したが、業績は低迷したままで開業以来の赤字は拡大する一方であったため、1939年9月に同駅で接続する東京横浜電鉄の参加に入り、取締役社長に後藤慶太が就任。再建を図ることとなった。1941年1月20日には、相模国分駅から海老内駅への新線建設に着手し、 同年11月25日に完成した。同時に、小田急小田原線相模厚木駅へ、ディーゼル自動客車での乗り入れを開始し、神中鉄道発足時からの悲願であった厚木町乗り入れを、他車線直通運転ながら達成した。しかし、小田急は1943年3月31日まで、同社の海老名国部駅を移転せず、海老名駅の共同使用まで客扱いをせずにいた。 また、神中鉄道の海老名延長に伴い相模国部駅、厚木駅間は厚木線となり貨物輸送のみとなった。こうして、前述の厚木で隣接していた両社は、1943年4月に経営合理化のためが合併に踏み切る。相模鉄道が神中鉄道を九州合併し、それぞれ相模鉄道相模線、相模鉄道陣中線となる。しかし、 1944年6月に戦時体制下における東海道本線と中央本線間のバイパス路線として相模線が国有化されて運輸通信省に編入されたため陣中線部分のみが相模鉄道として存続するという浮き目に遭う。こうして経営基盤とも言える相模線を失う一方で厚木飛行場の開設などにより上中線の乗客や 貨物輸送は急増した。しかしながら、脆弱な、神抽選の輸送力はもはや限界であり、これを克服するにはもはや総鉄の手には負えない事態となってしまった。このため、1945年6月から1947年5月までの間に、親会社である東京急行電鉄へ、鉄道事業一切を委託し、戦時下、終戦直後の混乱期を乗り切ることとなった。 この当時、現在の本線は、東急厚木線、または、東急神中線と呼ばれていた。1947年6月に、東京急行電鉄から派遣されていた、川又定次郎ら役職員は、経営民主化を理由に、過度経済力集中廃除法を盾に、東急が保有する総鉄の株式を取得して、東急から独立。厚木線を新たな経営基盤として、 戦後の再スタートを切ることとなった。ただし、独立後もしばらくは、総鉄の筆頭株主は、東急であった。その後1952年に、米国のスタンダードオイル社から、横浜駅西口の土地24,688平方メートルを買収。これを開発し、付加価値をつけて売り出すことで、総鉄の経営基盤を安定的なものとした。後にこの地に、 横浜高島屋や相鉄ジョイナスといった系列のデパートが立つことになる。不動産事業のみではなく高度経済成長の時代であり、鉄道事業も順調に進んでいった。しかし、その2年前の1950年頃に東急グループが小田急電鉄を通じて栽培集の動きを起こした。東急は鉄道よりもむしろこの横浜駅西口の土地が目当てであった。 総鉄の経営の立ち直りが見えてきた矢先に買収を仕掛けてきた東急の行動には相模鉄道の川又社長穴水清彦専務も憤慨し経営陣は既存株主に対して売却しないように働きかけた1951年9月6日の臨時株主総会にて株式の第三者割り当てによる敵対的買収の阻止を目的とした 資本金の倍増案が僅差で可決され、買収は阻止された。なお、三井銀行社長の佐藤喜一郎が、我が町の鉄道会社を守れと、積極的に川又側の後ろ盾になり、同行を通じて、防戦資金を融資した。この結果、現在も、相鉄のメインバンクは三井住友銀行であり、筆頭株主は小田急電鉄になっている。後に、 この一件が引き金となって、東急の多摩電園都市開発に対抗し、泉の千円線開発を行った一方、東急は、相鉄沿線で、二股川東急ニュータウンや、東急白根ニュータウンといった大規模開発を行うなどの競争が見られた。臨時株主総会で、買収計画が失敗した後も買収計画を諦めず、筆頭株主の地位を盾に、 総鉄の経営に口を挟み続けたことから、相模鉄道は1951年7月26日に、厚生取引委員会に審査を申し立てた。9月12日に、小田急電鉄が相模鉄道の経営に干渉する行為は、はだしく競争を制限する行為であるため、小田急が所有する総鉄の株式を、直ちに放出しなければならない。という趣旨の裁定が下された。 また10月には、事態収集のために、国鉄総裁の長崎総之助が仲裁に乗り出し、長崎と相模鉄道社長の川又定次郎、小田急電鉄社長の安藤なら6の3社の間で、3カ条の覚書が交わされ、手打ちとなった。戦中から戦後にかけては、厚木飛行場への輸送が行われた関係で、路線基盤の増強などが進んだ。1942年6月から、 現在の東急東横線からの配電で横浜に下に間が600ボルト電化されたのを川切りに1943年8月から現在の小田急小田原線からの配電で海老名相模大塚間が1500ボルト電化され1944年9月には二股川駅を境に電圧が異なるものの本線の全線電化が完成している。なお、 1946年12月に、現在の京急本線からの配電に変更して、全線が 1500V 化され、厚木貨物線の電化も1949年11月に行われた。全線の複線化も飛行場への対策として、すでに敷地を確保してあったため進捗が早く、1951年11月から、西横浜大城星川間の伏線化を皮切りに、 翌1952年12月までに数度に分けて、希望が丘駅までが複線化された。横浜方向も当時の国鉄から、西横浜横浜間の貨物線部分の譲渡を受けるなどして1957年1月に複線化されている。その名残で、相鉄下り線の河川柱は JR 線と共用になっているところがある。その後も1960年11月までには、 数度に分けて、山和駅までが複線化され、1964年11月には、相模大塚駅までが複線化されたが、この部分は1961年1月に、墜落した、米軍機が線路を横切って、普通となる事故を起こされたため、その対策を兼ねて、線路を掘り下げ、防護トンネルを通過する形にしている。1966年4月には、 大塚本町駅まで複線化し、1967年4月には、柏大港基礎の完成とともに、ここまで複線化され、1970年、新線の計画として1958年1月に、杉田海岸から二股川駅を経て、原町電に通じる免許を申請したが、米軍情勢や通信施設の電波障害問題で、難航した。その後この免許を取り下げる代わりに、 都市交通審議会の答申に沿う形で1967年2月に二股川駅から平塚市方面への新線の免許を申請し、1970年代に入り泉や線として建設することになる。まず1976年4月に二股川駅泉の駅間を開通し、その後しばらくの間宅地開発に専念して、沿線の住民を増加させた後、 1990年4月に泉中央駅まで延伸された。この開通により、日本民営鉄道協会における大手としての要件を満たしたため、同年5月31日には正式に大手民鉄としての認定を受けている。この開発には前述のように東急への対抗心があったとされ、東急田園都市線と多摩田園都市構想に対しての 泉谷線と緑園都市構想と言われている。また、この時期は、車両の冷房化を促進した。同時期、日本国有鉄道末期に民営化議論が、まだ強く推進される前に、電化されて、長編成の冷房通勤電車が走る、相鉄本線に対して、非電化ローカル線として取り残されていた国鉄、相模線を国有化前の経営母体である相鉄に、 変換上とするという検討がされた。だが、現職の国鉄職員を含めての引き取り、条件が妥結せず、実現しなかった。その後の津島康二郎社長就任時には相模線、買取を検討したものの、果たせなかった。当時の相模線が営業係数400を超える赤字路線であったことが実現しなかった理由として挙げられる。なお、 同線はそのまま1987年4月1日に JR 東日本へ継承され、1991年3月16日に電化されている。バブル崩壊以後の近年は大きくなった、グループ再編が目立つ。不採算事業からの撤退、売却のほか、主力業種についても相次いで分社化が進められ、総鉄バスや総鉄不動産となった。そして、 2009年には前日のようにグループ統括事業を総鉄ホールディングスに任せ鉄道事業を分社している。また2000年代には東京都心方面に直通する JR 東急線乗り入れ構想も発表されている。2014年4月27日のダイヤ会政治より特急を日中に導入することが発表された。特急の停車駅は本線が横浜、二股川、 大和、海老名の各駅で泉谷線が横浜、二股川、泉谷、湘南台の各駅。これと同時に日中の列車種別に限り急行の取りやめや快速の適用系統の変更も行われ、朝、夕のラッシュ時は急行と泉の線快速を継続するなど現行と大きな変化はないが、日中は特急と各駅停車、本線快速のパターン運転となる。 また、特急の導入により、所要時間は横浜海老名が最短26分、横浜湘南台が最短24分に短縮されるなど、速達性の向上が図られる。これは、東京都心に乗り入れる計画が発表され、横浜駅発着路線の空洞化が進行する可能性があるとの懸念から、相鉄グループ全体を挙げてのプロジェクトの一環である。 ただし、相鉄新横浜線、JR 東日本及び、東急、都営地下鉄、東京メトロ方面からの流入客の方が、西谷横浜間利用客の減少分以上の利用が需要予測されているため、相鉄全体では逆に利用客が増加すると見込まれている。なお、特急の導入には追い越しスペースの確保が必要なことから、瀬谷駅を上り線のみ、 対比可能な2面3線から上下線対比可能な2面4線に整備する工事が事前に行われている。同年2月末より駅ナンバリングとしてアルファベット2文字 SO と2桁の数字で構成される駅番号を全駅に順次導入している。2019年11月30日に総鉄新横浜線の西谷駅、羽沢横浜国大駅間が開業し、総鉄 JR 直通線として営業を開始した。1968年に、聖愛機構内で車両同士の衝突事故を起こしており、それ以来全線に ATS を設置している。2005年の JR 福知山線脱線事故を機に ATS の追加設置などが行われた。なお相鉄、JR 直通線の開業に先立ち、2014年に全線で、 JR 東日本と同じ ATSP に変更している。また、運転手が意識を失っても、車両の暴走を止める EB 装置の設置も進んでいる。車両以外の対策も進んでおり、特に鉄道人身障害事故などのホームからの転落事故を防ぐ目的で、横浜駅のホームに柵を設置したり、万が一転落した時避難するスペースを確保したり、する工事が進んでいる。 また、視覚や聴覚に障害を持つ人のために、すべての駅に文字と音で列車の接近を知らせる、接近案内表示器を設置している。また、2013年10月より約1年間の、期間限定であるが、首都圏3駅で実施される、開発中ホームドアの現地試験の一環で、泉谷線の弥生台駅にて、商工場式、ホームドアの試験導入が実施された。また、 弥生い大駅で試験されたものとは別のタイプのホームドアが横浜駅の3番線で2016年3月6日の始発から運用を開始した。その後、2016年12月に2番線、2017年2月に1番線で運用を開始し、横浜駅のすべてのホームでホームドアの導入が完了した。横浜駅以外の駅についても設置も進め、 海老名駅は2019年度末までに、二股川駅、大和駅、湘南台駅は2020年度末までに、その他の20駅に関しても2022年度末までに乗り入れてくる JR 東日本、東急、都営地下鉄、東京メトロの車両にも対応するホームドアを設置する予定である。路線追加の4路線を有するが、一般の旅客が利用できるのは本線、泉野線、 相鉄新横浜線の3路線のみである。厚木線以外の全営業路線が複線となっている。自社路線はすべて神奈川県内にあり、他県に路線を持っていないが、自社車両は JR 線への直通運転で東京都に乗り入れる。直通運転、編集東日本旅客鉄道、相鉄、JR 直通線、埼京線、川越線、 は沢・横浜国大駅、武蔵小杉駅、新宿駅、大宮駅、川越駅過去には、以下の路線を所有していた。また、相鉄本線からは、以下の専用線が分岐していた。相模線と西寒川支線は1944年6月に、国有化、また同時に、西寒川駅、四宮駅 0.5km が廃止された。相模線貨物支線は1931年に廃止。 小戸谷駅までの貨物船は、東海道線、横須賀線の分離に伴う1979年の東海道貨物線の移転と同時に廃止された。このほか、相模大塚駅から分岐する在日米軍の専用線があり、1998年まで相模戦闘からの米軍厚木基地への航空燃料輸送を一部になっていたが、 輸送終了後は廃止されており、線路や河川等のみがほぼそのままの状態で残っている。航空燃料は専用線による、輸送終了後はタンクローリーで輸送を行っている。以下は、神奈川鉄道時代に執行。電車に関しては、主に1950年代半ばまでの中古車時代、以後2000年代初頭までの自社開発車、時代、2010年代後半までの他社のアリュー車、 時代、2010年代後半以降の自社開発者、再導入時代に分けられる。以下では主に自社開発時代の電車について記す。なお、大手私鉄では2018年まで鉄道ともの会によるブルーリボン賞、ローレル賞を一度も受賞していなかったが、2019年のローレル賞に2万系が選ばれた。製造メーカー、編集蒸気機関車については、初期は、 国外製、後に国産に切り替えられた。続く機動車の時代は、日本車両製造と、機車製造といった、蒸気機関車時代の取引先との関係を続けた。電車の自社開発が始まった1950年代以降は、新造車の発注は、日立製作所、かさと事業所へ、大規模な改造は、地元の神奈川県に工場を持つ東急車製造へ、統一するようになり、 これが長く続いていた。しかし、1990年代以降は、東急車両製造や JR 東日本、これらの鉄道車両事業を継承した総合車両製作所にも新造車を発注するようになった。日立への新造車発注は1999年で一度途絶えたが、2017年に落成した、東急直通用車両2万軽電車で18年ぶりに、 日立への発注を再開した。主制御機器、電動機、電動発電機や空気圧縮機などの偽装品は、日立の他にも、東洋電機製造、三菱電機や日本エアーブレーキなどのメーカーも参加している。総鉄グループ全体で、エレベーターやエスカレーターは愚か、蛍光灯などの小物類、メインフレームまで全てが日立製であった時期があった。これには、 初の自社開発車両を日立に発注し車体外観、編集戦中から、終戦直後の頃は、経営基盤も弱く、車両は他社の中古車両が主体であり、その外観も直線基調の武骨なものばかりであった。最初の転機は1955年に、初の自社開発電車、初代5000系電車の登場である。この車両は当時流行の丸みを帯びた。 湘南顔と言われる前面を持つなど、スタイリングに工夫があった。しかし、当時の日本は高度経済成長に突入し、全時増える輸送量に対して車両には柔軟な運用が求められており、構造上連結面に貫通扉を設置が困難な5000系は、編成組み換えの自由度が低く、次に登場する6000系電車では、この点を改善し、直線基調で分割。 併行のしやすい、機能を重視したデザインに変更された。これが、以後20年の相鉄の標準デザインとなってゆくが、編成を組み替えることがほぼなくなり、1980年代からは、再び認めを重視し、新7000系電車では流行のスタイルを、1990年代には、8000系電車や9000系電車で丸みを帯びた、左右非対称のスタイルを採用した。 車両限界は JR の在来線と同等で他の大手私鉄の路線よりも大きめである。これは第二次世界大戦後の混乱期に運輸省から割り当てられた63型電車の導入により、この時に鉄道施設を63型の走行に基準を合わせている。このため1970年代から幅広の車両がたびたび導入されている。 ヒートポンプ式冷暖房機搭載車の車内また、新7000系以前の車両には、側面の行き先表示幕がなく、列車種別の表示のみである。これは、路線が短く、基本的なダイヤパターンが、急行は、本線直通、確定は、非線直通と、単純だった頃の名残である。特急が登場するなど、ダイヤパターンが大きく変わった2014年4月27日の、 ダイヤ改正に合わせて幕が更新され、行き先表示幕がない7000系と新7000系が、泉の線直通運用に入るときは、種別のもとに、泉の線と表記された幕が使用されるようになった。なお、泉の線と表記された幕を使用するのは、下り列車のみであり、上り列車では、通常の種別のみが表記された幕を使用する。屋根上には冷房装置や、 終電用のパンタグラフが設置されている。相鉄の冷房装置は、基本的に大きな集中式が一つ搭載されているだけであるが、9000系のみ、集約分散式が採用された。なお、相鉄は冷房化の開始時期や進捗が早く、1987年には、戦後の新規開業路線を除いた関東地方の私鉄で、初めて冷房化率100%を達成している。 一部の車両についてはヒートポンプを用いたものを試行し、後にこれを採用した車両もある。パンタグラフについて1975年までの新車は旧型国電車両等に使われていた PS-13 型を搭載していた。通常ではパイプ製であるが、この、また装鉄ではパンタグラフを車両形式ごとに固定しておらず全形式で使い回されていたため、 最新鋭車両に旧式の PS-13 型が搭載されたり、1編成の中に3種類のパンタグラフが混在したりしていることもあったが、新型のシングルアーム式パンタグラフの導入も比較的早く、1994年には実車試験も行われた。2000年代には採用車両が製造され、その後も増え続けている。車体の配色、編集新六線形。 右は、旧標準色復活編成9000系のリニューアル車、グループカラー新塗装車、旧塗装車が並んだ様子1970年以降の車体の配色については、形式ごとに異なるのが特徴であった。5000系以前の電車は、緑とベージュのツートーンだったが、1960年代以降の車両は、紺色、灰色、赤、白を配色し、複雑なデザインとなった。 その後、1970年代以降に導入された軽量性に優れるアルミニウム合金を素材とした車両は、アルミッチの銀色にアクセントとして赤に近いオレンジ色を配し、今までの車両とは全く印象の異なるカラーリングで登場。普通構成の車両も1970年代に淡い、緑を基調とし、濃い緑とオレンジ色の帯を配した。 明るい配色に塗り替えられている。1990年代に入ると赤色の帯を配した8000系や9000系が登場。さらに2002年に登場した1万系では、再び青緑と黄色にするなど、ここ30年ほどの間、緑色系統と金色にオレンジ色系統、または赤色系統の3種が混在している状態が続いていた。しかし、 JR と東急への直通運転が決まったことで2006年7月に CI を導入し、2007年3月には車体の配色を CI で制定されたグループカラーへ統一することが発表された。新しい配色は青と黄色味の強いオレンジ色の帯を用いており、車体には新グループマークも付加されている。この配色を標準カラーとする方針で、 車体塗装の変更が順次実施されることとなった。当初の発表では、新塗装への変更は2010年度末に完了する予定としていたが延期となり、最終的には2014年度中の完了に、向け塗装の変更が進められていた。ところが、この塗装への全車両の塗り替えは完了せず、二千十五年十一月には、総鉄グループの百周年と、都心相互直通運転に向けて、 デザインブランドアッププロジェクトが本格指導し、熊門の海の親である、クリエイティブディレクターの水野学及び空間プロデューサーのコウツネを監修のもと、車体塗装の配色を再度変更して、横浜の海をイメージした横浜ネイビーブルーに統一することが発表された。まずは2016年4月に、この配色に変更した9000系リニューアル車が登場。さらに、 相鉄 JR 直通用車両となる12000、系および東急線、都営地下鉄三田線直通用車両となる2万系については、落成時より横浜ネイビーブルーを採用している。なお、同プロジェクトでは、車体の配色以外にも、内装、設備や駅舎、駅隣接の商業施設、制服などもリニューアルし、デザインコンセプトの統一を図る計画となっている。 車内設備、編集他社に比べて得意な車内設備が多い。以下はそれらの中の代表的な例である。このうち、パワーウィンドウは、関西の私鉄などに、セミクロスシートは、東京近郊の路線の4度赤を進めていた、JR 東日本などに影響を与えた。また、自社車両において、クロスシートを装備する車両は前日のセミクロスシートのみであり、関東大手私鉄では、 唯一運賃の他に特別料金が必要な列車の運行歴がない。走行設備、編集機動車時代はディーゼルエンジンが生み出す回転力を発電機に入力し出力された電気を用いてモーターを回すいわゆる電気式機動車を日本で初めて導入するなど画期的な面もあった。自社開発電車の技術は他社に比べて新技術の採用に乏しく 非常に保守的であった。初の自社開発電車である5000系は直角カルダン駆動や電磁直通ブレーキなど当時の最新技術を盛り込んだ意欲作であった。しかし技術が進歩する中他社では廃れた後もこれらの技術に固執し近年まで採用を続けていた。以下はそれらの中の代表的な例。このうち 後者二つは1990年代前半までに解消されたものの前者二つは2001年まで固出し続けていた。なお、モーターの制御方式は国鉄や他の大手私鉄では一般的であった直波制御を経ずに可変電圧可変周波数制御へと移行した。VVVF 車の導入と普及自体は日本でも早い型であり、1980年代の中頃から末にかけて 改造で3000系と5000系、新造で新7000系が相次いで VVVF インバータ制御で登場している。7000系が引退したことにより、旅客用電車はすべて VVVF インバータで統一された。車両の標準化、編集このように特殊な設備が多かった総鉄の車両であるが、2002年に導入された1万系電車は、 思想を180度方針転換したものとなった。この車両は大手私鉄では一般的な車両はオーダーメイドという監修には沿わず、他の鉄道事業者がすでに運行している車両を元に設計したもの、つまりレディメイドのものを細かい部分のみ自社向けにアレンジして導入したものである。これは最新技術を低コストで導入する方法としては一般的な方法だが、 自社開発を基本とする当時の大手手鉄はもとより、日本ではあまり例のないことであった。この相鉄の動きを契機に、通勤・近郊電車の標準使用ガイドラインが制定され、日本の他の鉄道事業者にも影響を与えた。再び独自使用へ、編集一時期は、他社車両をベースとした車両のみを導入していた相鉄だが、2018年より導入の2万、軽電車では、 デザインブランドアッププロジェクトのコンセプトを反映することと、東急目黒線に乗り入れする各ものによって制定された直通車両規格である、相互直通運転における目黒線、南北線、三田線、埼玉高速鉄道線との直通車両申し合わせ事項に準拠させる目的から、再び一部に独自の仕様を取り入れることとなった。 これまでの通勤車両では見られない斬新なデザインを取り入れ、かつての総鉄車両で特徴的な車内の鏡も復活する。地方施設への譲渡、編集自社で車両を新造するようになってからは、上記の技術的特徴や大手施設で最も大きい車両限界等を理由に、地方の施設や日本国外への車両払い下げ自体が敬遠されている。1970年代に、 伊豆箱根鉄道へ、旧型車2000系の車体を転出した以降は、転出や譲渡の例がない。過去には、地方私鉄で使いやすい車両が揃っていて、比較的コンスタントに譲渡車があった。旧相模鉄道、神中鉄道時代の車両も含めると、電車から起動車、客車、果ては、SL や貨車に至るまで100両ほどあり、譲渡先からの再転出分も含めると、ほぼ、 日本全国で足跡を残している。相模鉄道の車両の編成は横浜型先頭車の番号量数で表記される。また、この量数は一度に連結されている車両の数を指すため、異形列の混結がされていても横浜型先頭車の系列の一部として扱われる。1万系までの電車では車両番号には車両の役割に応じたものをつけるようにしており、100の位の数字で、 区別できるようになっている。例外もあり詳しくは、各系列の記事に譲るものの、以下に、主な例を示す。ただし、1万千系電車以降の形式はこれらの法則に当てはまらない。また、1万千系電車と2万系電車以降の形式の間でも、車両番号の付け方の法則が異なる。また、 事業用車の母屋700系もこの番号の付け方の拘束は成り立たない。事業用の車両を含め、現在在籍する全ての系列は電車である。各系列の在籍期間、車両数、運用などについては、それぞれの記事を参照されたい。前述のように、現在車両の塗装変更が進んでいる。乗客の増加とともに、 一編成あたりの車両数を徐々に増やし、純大手私鉄時代末期には8両編成以上の列車編成となり、大手私鉄昇格時にはすでに編成単独での6両編成を所有していなかった。また、1980年代前半からは10両編成を中心に製造してきたが、近年は利用者の減少などで2002年の1万系以来中断していた。しかし、 JR 直通を意識して2009年に登場した1万1000系では、再び重量編成車の製造が行われている。なお、2万系の量産車では、東急目黒線などに直通対応の8両編成と、東急と横線直通対応の重量編成を製造する計画である。なお、2020年11月に新7000系電車が引退したため、 日本の大手私鉄では初めて営業用車両がすべて平成以降に設計、製造された車両に統一された。かつては相模川の砂利やセメント輸送、在日米軍基地の貨物輸送を行っていた関係で、貨車や電気機関車も在籍していた。ただし、多くの貨車は私有貨車であったために相模鉄道として所有するものは少ない。また、 前述のように近年の車両は走行設備が特殊な車両が多く、地方施設への譲渡車両は30年以上全く出ていない状況が続いている。一般型車両、編集事業用車両、編集この他に車席は有しないものの、各種保線用のモーターカーがある。一般型車両、編集事業用車、他社、編集車両工場を一つ持ち、いくつかの駅に隣接して、 車両基地がある。この他に、星川駅、二股川駅、大和駅、泉野駅、湘南台駅では、車両の夜間大泊が行われる。旅客専無車掌による、車内巡回が行われており、乗り越し生産、他車線連絡乗車券の発売などを行っていたが、2014年3月31日をもって、車内生産業務を終了した。 以前は6000系の柄のものなど車掌区オリジナルのパスネットも発売していた。相鉄ではワンマン運転が実施されていないため、すべての列車で運転士のほかに必ず車掌が乗務する。自転車駅、乗り換え路線等の車内案内放送も基本的に車掌の肉声で案内するが、自動放送装置が搭載されている9000系、1万系、11000系、12000系、 二万軽電車の場合は自動放送の補足案内が主となることが多い。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。以下の区間にまたがって乗車する場合は、乗車区間、キロ数に応じた加算運賃が必要となる。各区間をまたがって乗車する場合は、それぞれの額の合計が加算額となる。相鉄前線が乗り降り自由な相鉄。 鉄道全線1日乗車券を発売している。発売額は大人740円、小2260円。発売期間は初めて発売された2005年と、翌2006年が8月1日から11月30日であったが、2007年以降は7月下旬からに拡大され、2013年からは8月までに縮小されている。2013年には夏に加えて、 ゴールデンウィークにも、2015年以降は3月中旬から4月中旬にも、2016年以降は12月、中旬引く翌年に1月にも発売され、2020年3月14日より、数年での発売となった。相鉄は、蒸気の経緯により、小田急電鉄との関係が深く、小田急線で発売している各種フリーパスも発売している。特典には、相鉄線乗車駅から、 小田急線乗り換え駅までの往復割引乗車券が追加されている。そのため、パンフレットも小田急と同じものが使われている。また、横浜都心部の観光用に以下の2つのチケットを発売している。夢規模切符自社路線に存在する希望が岡駅と夢が岡駅の間の乗車券で、駅名にかけて夢と希望を結ぶとして、縁起物として売り出しているものである。 以前は往復乗車券の様式で発売していたが、現在は、希望が丘駅夢が、丘駅と、夢が、丘駅希望が丘駅の2種類で発売されている。年中販売しているが、特に受験シーズンは人気のため、夢希望切符キャンペーンとして12月から3月までの購入者には特製の絵馬がプレゼントされる。これに合わせて両駅には、絵馬掛けが設置され、掛けられた絵馬は、 シーズンオフになると、寒川神社に奉納した上で、お焚き上げされる。なお2013年度には、夢規模切符ミニタオルもプレゼントされたほか、2014年度には、ソーニャンピンズもプレゼントされたが好評で完売したため、代わりに、夢規模切符クリアファイルをプレゼントした。横浜瀬谷八福神巡り、往復割引乗車県沿線にある瀬谷八福神巡りのため、 12月から1月頃まで、相鉄線内から、瀬谷駅までの2日間有効の往復割引乗車券が、瀬谷駅以外の各駅で発売される。特製入場券特に告知していないが、相鉄線各駅では貢献入場券を販売している。昔の駅舎写真を印刷したポストカードがもらえることがある。なお、創立90周年を記念して、 入場券セットを発売したことがある。駅ホームに設置されている待合室駅ナンバリングが導入された平沼橋駅の駅名標一部駅には、冷暖房完備の待合室が設置されており、今後は、その他の駅にも設置していくことが検討されている。なお、待合室内の椅子の色は当初は、横浜方面がブルー、反対方面がオレンジとなっていたが、デザインブランドアッププロジェクト指導後は、 オリジナルデザインのベンチが設置されている。近年のバリアフリー化に伴い、エスカレーターとエレベーターの設置を順次進めている。また駅ホームの展示ブロックでは、転落防止対策を施した内包線付き天井ブロックへの交換が順次行われている。駅ナンバリングを2014年2月末より各駅に順次導入している。アルファベット2文字。 SO と各駅を表す2桁の数字で構成されており、数字部分は、本線の駅が零々から10番台、泉谷線の駅が30番台に、相鉄新横浜線の駅が50番台にそれぞれ振られている。駅の案内サインを2007年12月中旬に変更した、相模屋駅を皮切りに、バリアフリーユニバーサルデザインを取り入れ、LED 照明を利用した省エネタイプのものに順次。 交換している。このサイン計画は、かつての英断地下鉄や港未来線等、多くの公共空間のサイン計画を主導した、はじむデザイン総合計画研究所が手掛けている。新サイン計画では、一部に中国語や韓国語の表記も用いられている上、改札付近には、近隣鉄道のネットワーク図も新たに設けられている。話しかけると74言語間で、意思疎通できる。 人工知能利用の通訳機を全25駅に配備した。関東交通広告協議会横浜市統計所藤沢市統計年報よりは、ウランの上降人員と比較して像を表す。相模鉄道で最も上降人員が多い駅は横浜駅であり、1日平均上降人員は40万人を超える。ついで、海老名駅、大和駅。 二股川駅の順に乗降人員が多く、これらの4駅はいずれも特急が停車する。三坂井駅は特急通過駅であるが、他路線と接続しない単独駅で最も乗降人員が多く、2008年度まで1日平均乗降人員は6万人を超えていた。上位10駅はいずれも本線の駅であり、県央地域から横浜駅への輸送を一手に担っている。 その一方で、泉谷線は全体的に乗降人員が少なく、二股川駅を除く全駅で1日平均乗降人員は3万人を割り込む。泉谷線も2014年から特急が運転されていたが、相鉄新横浜線が開業した2019年のダイヤ改正で廃止された。本線のみ設定される急行は、横浜駅二股川駅間をノンストップで結ぶのに対し、 泉谷線にも設定される快速は、星川駅、西谷駅、鶴ヶ根駅に停車し、遠近分離が図られている。このうち鶴ヶ根駅は急行通過駅であるが、1日平均乗降人員は5万人を超える。和田町駅東方から天皇町駅まで約 1.8km の連続立体交差事業が着工されており、2020完成後は、 星川駅が二面四線の高架駅に改築される。これに関連して、星川駅構内にあった留置線と車掌区は西横浜駅へ移転した。これ以外にも鶴上根駅周辺と瀬谷駅周辺の2カ所において横浜市は連続立体交差を検討していた。その結果、鶴上根駅周辺にて2016年度から連続立体交差事業を着手することが、 明らかになった。構造形式は地下化を採用する方針で、2022年度に事業認可を取得し、2033年度に事業を完了する予定である。詳細は、神奈川東部方面線及び、相鉄 JR 直通線を参照かつて運輸政策審議会の答申による、神奈川東部方面線として、相鉄側が泉屋線を 二股川駅から延伸して、新横浜駅までを建設し、東京急行電鉄が、東横線内、倉山駅から、新横浜駅まで新線を建設。これらに路線を接続させて、相互直通運転を行う計画が持ち上がったが、計画は長らく進まなかった上バブル崩壊の煽りも受け、この計画は事実上頓挫していた。その後、 相鉄は JR 東日本に対して相互直通運転の計画を持ちかけ2004年9月に JR との相互直通運転計画を相鉄側が発表したさらに2006年には東急との相互直通運転も実施すると発表され JR との相互直通運転を相鉄 JR 直通線東急との相互直通運転を 相鉄、東急直通線都市、当初の神奈川東部方面線とは、多少経路が変更されているものの、これら2路線を合わせて、神奈川東部方面線を形成することとし、2010年より着工した。2018年12月13日、相鉄、JR 直通線、西谷駅、羽沢横浜国大駅間及び、相鉄、東急直通線の、 羽沢横浜国内駅新横浜駅間の正式路線名を相鉄新横浜線とすることを決定した。同年12月31日までに埼京線、川越線にも直通する方向で相鉄新横浜線の一部区間を2019年12月に開業させることで JR 東日本と調整を開始した。2019年3月28日には相鉄、 JR 直通線が2019年11月30日に開業することが両社より発表された。2022年度下期に開業予定の総鉄、東急直通線側では、東急東横線、目黒線のほか、東京都交通局が運営する都営地下鉄三田線及び東京地下鉄が運営する東京メトロ南北線への総合直通計画がある。これにあたり、 相鉄では2018年2月に、東急、都営地下鉄、東京メトロ直通対応の新型車両2万系を導入している。一方、JR 直通線対応車両としては2019年4月に別形式となる新型車両1万2千系を導入している。老朽化のため、海老内機において駅改良工事を行うこととなり、2006年4月16日には、 当時の厚木市長の呼びかけにより、厚木ロイヤルパークホテルで、両社関係者出席のもと、相鉄線の駅から小田急小田原線本厚木駅への乗り入れに関するシンポジウムが開催された。相鉄側では、小田急線のみならず他社線との相互直通については、利便性向上や沿線価値の向上、新たな輸送需要喚起になるため今後の研究課題としているが、 前日の海老名駅における新築計画を見直す必要があることに加え、車両や運転保安設備などに互換性がない。小田急及び他社、特に相鉄と小田急の両方に乗り入れる JR 東日本とのダイヤ調整が必要である。海老名駅の構造など大規模な設備投資が必要。などの課題もあり、相鉄の筆頭株主である小田急が難色を示している。 さらに前日の駅改良工事が、相鉄側は2009年6月、小田急側は2010年8月にそれぞれ完了しており、東高層の実現は難しい状況にある。厚木市からしても直通復活は悲願であり、独自に延伸の案も出しているが、こちらも費用がかかりすぎるため困難な状態となっている。2014年より、相模鉄道のマスコットキャラクターとして、 ソーニャンが起用されている。各種イベントや広報等への登場のほか、特別ラッピング車両、ソーニャンとレインの運行も行われている。さらに相鉄線の車両では1車両に2本の割合で、ソーニャン型の吊り革が設置されている。通常の、ソーニャン型の吊り革はオレンジだが、ソーニャンとレインの吊り革は、金色となっている。また、ゆるキャラグランプリの、企業、 その他部門にも毎年エントリーしていた。2018年5月には、初の絵本作品となる、ソーニャンと、駅員さんが発売された。絵本作品は子供たちを中心に好評で、累計販売数が、同社の想定を超えた約7000部となったため、同年11月には続刊となる、ソーニャンと、駅長さんも発売された。また2020年4月には、3作目となる、何時かにゃん が発売され、こちらは、時計と鉄道の安全を支える、お仕事が学べる内容となっている。かつては、ジャンピングエッグという相鉄グループのイメージキャラクターがおり、1990年代のテレビ CM や広報誌などに使用されていた。相互乗り入れ計画の詳細については、東京都心、埼玉県方面への乗り入れ計画不を参照メディアの撮影を、 日本で最初に開始した京成電鉄、ドラマの撮影が突出して多い京王電鉄などと同じく、相鉄はロケ撮影協力に積極的なことで知られており、以下の作品が相鉄の関連施設で撮影されている。近年のロケーション実績については、相鉄グループのロケーションガイド受注実績も参照。なお、相鉄沿線が舞台の漫画、アニメ作品などは、 公設、関連する、その他の作品を参照。ロケーション撮影が行われた作品については、前説、ロケーション撮影協力を参照。本説ではそれ以外の相鉄線に関連するものや場所、等が登場する作品を挙げる。2009年9月16日に、旧相模鉄道株式会社の会社分割に、伴い事業を承継し、称号を相鉄準備会社株式会社から、 現象号に変更。横浜地下街ザ・ダイヤモンドで同盟の騎士面店を経営していたが、2006年に事業をグループ外企業に譲渡し、それ以来休眠状態になっていた。2004年に低都高速度交通営団の民営化で発足した東京地下鉄が大手私鉄となり、現在は計16社となった。総鉄が大手に入る前は1974年以降は、 阪神電気鉄道が最短であり、それ以前は京王電鉄が最短だった。2008年3月15日、小田急ロマンスカーが東京メトロに乗り入れを開始して以降。総合ではなく型乗り入れなら、歴史説の通り、1964年まで小田急小田原線に乗り入れていたことがある。同日より大手私鉄で他社線との直通運転を行っていない事業者は、 西日本鉄道のみとなった。同時に、会社略称の、相鉄、英文略称の、STK も制定されている。大東急時代の名残で、東急資本でありながら、相鉄運輸と称する企業が、近年まであったが、2002年に、東急運輸を合併して、東急ロジスティックとなり、2006年には TL ロジコムへ、2013年には SBS ロジコムへと、社名変更している。 東急が直接買収を行わなかった理由として、首謀者とされる、東急の後藤慶太の公職追放がまだ解かれていない、ことから表立って活動できなかったこと。後藤は小田急創業者の都市密鶴松時期時期に、小田急に招聘されて三代目社長になっていたことがあり、大東急家でも、後藤の影響を受けていたため、当時の小田急社長、安藤奈良六が逆らいなかったこと。 当時の相模鉄道副社長、鳥井菊作りは、鉄道院出身の官僚であり、後藤は、鉄道院時代の先輩で、後藤には逆らえなかったことなどが、川又は小田急電鉄系の帝都電鉄の役員だった頃、東急の後藤慶太とは、県営の中であり、これが原因で、川又は、相模鉄道に左遷されたという経緯がある。また、穴水の父親は、京王電鉄の社長、 穴水熊尾であり、慶応は戦時体制下での東急との統合に強行に反対していたなどの経緯もあり、後藤に対する敵対心があった。資本金を資本金6、0円から1億に、0円に倍増。合併を含む提携強化を図る小田急が所有する株数は発行済み株式の16%、小田急出身の役員を二人受け入れの3つが定められた。 ただし合併を含む提携強化については実際には行われなかった。AF 平洋永久磁石連続速度調査系。詳細は自動列車停止装置 AF 起動回路方式を参照。日本の大手市鉄では西日本鉄道も同様。厚木線は基本的に旅客列車の設定がなく旅客利用ができないため地図には貨物線と記載されることが多い。 同社のデモンストレーションとしての意味合いが大きい。類似例では全線開通に際して資金面などの協力を受けた新京成電鉄と三菱電機、阪急電鉄と東芝、京阪電機鉄道と東洋電気製造との関係や車両メーカー主導による交通システム実用化路線である東京モノレール、湘南モノレールなどの例がある。 ただし南牧ヶ原付近の東海道新幹線との交点だけ1万線経導入まで若干車両限界が狭かった。該当箇所に脱線防止ガードがあったのはそのため、関東地方の大手私鉄では1988年に京浜急行電鉄が冷房化率100%を達成している。当時総鉄は大手私鉄ではなかった。4つドアの車両で ボックスシートだけの設置なら近鉄2600系電車などに先例がある。全国の大手施設において特別料金が必要な車両を走らせていない事業者は相鉄の他に阪急電鉄がある。また西日本鉄道では2021年をめどに有料車両を導入する計画がある。相鉄の他に直波制御を採用しなかった大手施設は 京阪電気鉄道と西日本鉄道がある。故に、下位の編成表記を注釈もなく用いることは、誤りである。主な例として、公衆輸送の時の7039や旧車中の7776など、大手私鉄では、その後2003年に、京阪が、さらにその後2017年に、西鉄でも、編成単独の六両編成を廃止し、現在の大手私鉄では、総鉄、 京阪、西鉄。1990年代後期の相模鉄道。公式サイト、祖鉄オンラインにもジャンピングエッグの姿が見られる。ありがとうございます。